マギングチャンネル、イエーイ。はい、ということで今日はですね、水泳と肩幅について。僕もよく言われるんですよ、すごい肩幅ですねみたいな言われて、もう本当にこれは、まあ、自然にですね、まあ、ずっと3歳から泳いできたんでこうなってきたんですけども、これからですね、まあ、毎年ちょっとまあ本屋とか行っても必ず目にするフレーズ、水泳をして逆三角形を手に入れようみたいな、そういう特集っていうのをよく目にするので、じゃあ水泳をやって本当に逆三角形になるのかっていうのを今日はお話ししたいと思います。逆三角形効果というのを期待してですね、まあ、水泳やったりとか、そういう方は結構夏に向けてですね、体ボディメイクをしていくっていう男性、実はよく聞くんです、水泳やれば逆三角形になりますかみたいな質問結構あるんですけど、答えはノーです。ノーですね。先ほどもお伝えしましたけども、まあ、僕ら第二次成長期の時に、まあ、中学高校大学と1日何千回何万回とですね、この肩をやっぱ泳ぐんで回すわけですね。その中で骨格が横にどんどん成長していく中で、まあ、削られて削られてみたいなところもあるんですけど、このインナーマッスルですね、そういったところがどんどん刺激されて、こう肩幅がどんどん横に広がっていくっていうことになって今の肩幅に至るんですけども、やはりもう成長期終わってますから、その中で、まあ、どうやってもですね、この肩幅自体は成長はしないですね、この骨自体っていうのは。ただやっぱり筋肉、筋繊維っていうのは刺激を与えればどんどん筋肉が大きくなってくるので、 いかにもですね、肩幅が大きいように見せることはできるんですけれども、やっぱり骨格自体、横幅が増えるってことはなかなかないわけです。はい、ですのでやっぱりこうボディメイクというと、やっぱりボディービルダーさんっていうのがね、いらっしゃると思うんですけど、やはり水泳選手の肩幅とボディービルダーさんの肩幅、これはもう全然違うものにはなってるっていうのは、スイマー目線から見ても思いますし、やっぱりあそこの部分っていうのは スイマー特有の体つきになっているんじゃないかなというのはかなり思いますね。でやっぱりそれで言うと、じゃあ女性にもですね、よく意見を聞くんですけども、女性の方から、水泳肩幅が広くなっちゃうからあんまりやりたくない、ならないです、逆にならないんですよ、もうこんなね、競泳選手並みに1日 8000m ですとか1万 5000m、もう競技レベルとしてですよ、やるんであれば、まあもしかしたらなんか刺激でホルモンとかで、もしかしたら若干ね、肩幅ついちゃうかもしれないし、まあ肩周りの筋肉はつくでしょう。ただやっぱり普通にダイエットですとか肩周りスッキリさせたいっていう部分でやる場合は、そこまでっていうか、絶対つかないですね。肩幅が太くなっちゃってとかっていうじゃん、それは筋肉がつきすぎてるっていうか、そもそも もしかしたら脂肪かもしれないんで、そういったところで考えると肩幅が広くなるってことはありえないんですよね。じゃあ水泳が逆三角形に全くつながらないかというと、そうでもなくてですね、やはり水中で行う動作っていうのは陸ではできないことかなり多いので、まあ、まずは泳ぐという動作、まあ、やはり腕で進むスポーツっていうのはなかなかないですよね。日本というか、まあ、世界的に見てもそうですね。まあ、ほふく前進ですとか、赤ちゃんという、はいはい。それぐらいしか腕で進むスポーツっていうのはないので、そういったところをまずやって、腕周りの、まあ、筋肉をほぐすですとか、そういったところで可動域なども広げていただいた上で、これが夏ですし、入っていただく機会としてもとてもいいかなと思いますし、ウエイトトレーニングで追い込んだ後に、プールで、まあ、少し肩をリラックスさせる、ほぐす、で血流を良くするなんていうのもやはりいいですので、やっぱり筋肉でガチガチに固めるというよりかはしなやかな筋肉つけるという意味、そして水中だとそんなに負荷が高くなくともですね、しっかりとしたインナーマッスル、中の筋肉の部分で刺激を与えるということがあるので、怪我のリスクも減ってくると思うので、ぜひこの夏はですね、プールに行って泳ぐ機会増やしてみてはいかがでしょう。